第3戦は除外に伴う6ポイント獲得ということで最終25ポイントということになります。さあそれではメンバー改めてご紹介いたしましょう。第3戦チャンピオンジョッキー賞です。1番芝の霊は赤岡修司、2番マイネルトワイス山口勲、3番エイシングラス下原治、4番ゴールドマイヤー武豊、5番天候馬比田中学、6番シゲルヒカルダイヤ三鴨則文、7番名勝フィガロ宮川実、8番マイネルイージス岡部誠、9番成田ウルフ吉原博人、10番キーワード横山則弘、11番アブニールレーブ吉村智弘、残念ながら12番ブランショセット戸崎啓太競争除外です。第30回ゴールデンジョッキーカップ第3戦チャンピオンジョッキー賞、このレースで今年のチャンピオンが決まります。ゲート入り向こう上面で進んでいきます。人気を集めた10番キーワード鞍上横山典弘騎手、13年半ぶりにこの白と緑の目白牧場の勝負服に身をまとって今日はレースをしています。そして4番のゴールドマイヤー武豊騎手、こちらは10年ぶりにこの勝負服を着て、そして先ほど15年ぶりにこの勝負服での勝利も挙げました。最後向かうのは11番アブニールレーブ鞍上吉村智弘騎手です。至高の一戦ゴールデンジョッキーカップ第3戦です。スタートしましたチャンピオンジョッキー賞、ちょっとばらついたスタートです。6番シゲルヒカルダイヤと8番マイネルイージスは後方から、さあ先行争いは地元兵庫11番アブニールレーブ吉村がいきます。あとは2馬身開きました。外から4番ゴールドマイヤー武豊が競りかけていく。1周目3、4コーナー中間、前は少しペースが上がります。あとは4馬身から5馬身開きまして、10番キーワード横山典弘3番手、あとは3番エイシングラス下原治です。2馬身後方1番芝の霊は赤岡修司、並んで2番マイネルトワイス山口勲、インコースから5番天候馬比田中学が続いていきます。7番名勝フィガロ宮川実、あとは6番シゲルヒカルダイヤ三鴨典文、縦中の展開。8番マイネルイージスは岡部誠、最高峰キーは成田ウルフ吉原博人、現在ポイントトップタイの吉原は最高峰からになっています。さあ各馬が 1,2 コーナー中間、11番のアブニールレーブ、全国リーディングトップの吉村智弘がこのメンバーでは最年少、ここはレースを引っ張ります。リード3馬身で向こう上面、そして現在ポイントトップタイの武豊、4番ゴールドマイヤー2番手でじっくり前をマーク、残り600を迎えます。また3馬身開きまして、10番のキーワード横山典弘がいきます。3番手4馬身切れました。7番名勝フィガロ宮川、それから3番エイシングラスの下原、2番のマイニルトワイス山口沙夫といった各馬、3、4コーナー中間、あと中段後方から6番シゲルヒカルダイヤ三鴨など、さあこれから4コーナーに入っていきます。吉村が逃げる、11番アブニールレーブ2馬身差、武豊が追ってきた、4番ゴールドマイヤー、その3馬身後方からは横山典弘だ、10番キーワードこれから直線、あとは宮川実、7番名所が起きています。さあ先頭11番アブニールレーブが粘っている吉村、4番のゴールドマイヤー武豊、間から3番のエイシングラス下原が抜ける、7番の名所フィガロ宮川が来る、さらに1番の芝のレーバー赤岡も来た、先頭3番エイシングラスゴリ下原です。最終レースは下原治、2着争い接戦、1番芝の霊は赤岡修司、7番名勝フィガロの宮川実、ここまでポイントが振るわなかった下位の騎手が上位入線、またこれでポイント分からなくなりました。3番のエイシングラス下原治、ここまでは7ポイントの11位でしたが、最終戦で20ポイントを獲得。そして2着争いは1番芝の霊は赤岡修司、ここまでは15ポイントでした。さらにもう一人7番の宮川実、名所フィガロも2着争い加わっています。ここは接戦です。宮川はここまで最下位の3ポイントでした。その後2番のマイネルトワイス山口勲、さらに4番ゴールドマイヤー武豊、こういったところが 4,5 着の争い。第1戦第2戦と振るわなかった3名のジョッキーがここは奮闘、勝ったのは地元兵庫下原治騎手。さあ20ポイントを加えて27ポイント、他のジョッキーとの関係性はどうなったでしょうか。半馬審査1番芝の霊は赤岡修司、どうやら2着でしょうか。となると15ポイントに15ポイント加えて30ポイントになります。そして7番の
宮川稔、こちらは3着で勝、13ポイント加えての16ポイントです。あと2番のマイネルトワイス、山口勲、ここまで3位タイの21ポイントでした。これが4着ということで11ポイント加算、32ポイントになります。そして武豊騎手は5着入選、4番ゴールドマイヤー、武豊22ポイントに10ポイント加えて、これまた32ポイント。いや、上位かなり激戦となっています。結果は表彰式に持ち越し、そちらでどうぞご期待ください。表彰式で総合優勝のジョッキーが発表されます。第3戦チャンピオンジョッキー賞でした。確定までお待ちください。